はいどうも、皆さんこんにちは、モッティです。さあ、3D ランドをやっていきましょう。ワールドサンドさーん。よいしょ。ちくわブロックが見えましたね。ちくわブロックがある面は総じて難しい。さあ、そしてなんだこのカーペットみたいな。なんか布団みたいな。すごいバブルがいっぱい弾けている。シャボン玉。愛する人は。やるなら最後まで言えってか？みんなわかんないでしょ、モッティが。気使ってるんですよ。歌突然歌い出す。あれ、あ、これはこっちか。突然歌い出すね。あんまり実況者はモテないってよく聞くんで。え、そこそうじゃなくねみたいな。さあ、上まで上がってくると土管があるね。わかりやすいね、こうなんか、そう、俺さっきからちょっと思ってたんだけど、ワールドさんになってから土管に入るときに L って出なくないですか。L 押せって出ないですよね。もう分かっただろっていう感じなのかな。なんかすごいね、あれって思ってたんですよ。おい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 、はいはいはい。あ、二枚抜きができる。はい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 。はい。はい。几帳面か。よし。そして、ワンワンもいるよ。解放してあげないとね。やっぱワンワンを見たらこう解放してあげたくなる、この気持ち。どかせるっていう。どかしちゃってごめんね。あれ？こっち？こっち手前側は何があるの？ちくわちゃんブロックか。まあでもこっち側に来れたってことは特に何もないのかな。まあ気にせず行きましょうか。やったぜ！ナイス爽快感。なんかさ、ちくわブロックみたいな、このちくわブロックみたいなさ、おやつあるよね。すげえ、あ、復活するんだ、復活するんだ。すげえ美味しそう。なんか真ん中にクリームみたいなの入ってるやつ。なんかこう、周りトロッとしてるやつ。何やったっけ？ちょっと名前出てこないんだけど、ありますよね。わ。あ、これ絶対左側行ったらなんかいいやつがあるやつ。これなんか難しい方から攻略していくのが、こういうのの基本。基本ね、なんかあるよね。あ、それだけ。あ、ちょっナイスチョップね。ほんでこれでいいの。お、二つ目か。オッケー。したらここ左。あぶねえ、途中で消えるとか先言ってくださいよ。ちょっと待って。あ、いた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 。ちょ、待って、これはまずい。あ、大丈夫ですね。ただちょっとタヌキが失ってしまったのが辛い。さあ、そして久々の双眼鏡を覗くと、またキノコがいて、キノコが、どこに置く、どこに置く、どこに置く、なんかすんげえ変なとこに置きやがった、あいつ。余計なとこに置きやがって、俺んとこまで届けたらいいのに。いやー、フィューやったぜ。意外とあっさり取れたんだよ。ほんで、ここまで来て、ここまで来て、ほんで、危ない！はい！ナイスマンだ。いいですね。なかなかいいじゃないですか。なんか、初見プレイっぽくないですよね。ええ、初見プレイですよ。練習してないですよ、本当に。本当に練習してないですからね。下見も何もしてないですからね。動画すら見たことないから。3D ランド、実は。意外なことに。なんでこのゲームに触れてこなかったんだろうな。本当やりながらね、すごい思うぐらい、めっちゃハマってます、これ。ずーっとね、同じ日に実況してますよ、これ。さあ、パート4。パート4じゃないわ。なんだこれ。あ、草があるね。はい。さて、雪目？これ BGM なんだ？あ、なんかどっかで聞いたことあるかなってさ。別にそんなことないか。これ何？これこのまんまずっとやってたらさ、落ちちゃったりする？あー、なんか落ちそうで怖い。あ、そしてチョロボンですね。チョロボンもあんまりね、いないよね。あ、やべ、無敵。マジか。チョロボンが出てくるシリーズそんなないですよね。マリオストーリーとかも出てきますけどね。あ、これどうしようかな。クイの周りを回るっていうのは、その発想やっぱマリオ64やってる人間だけなんだよね。やっぱコインしか出てこないね。なんかあんまりクイとかって先に、なんかそういう華麗なアクション。あ、ちょっとこれ一回戻る。一回落ちる。こう、右から落ちないと落ちれない。はい。で、こうやって、のりの、は？
なんだこれ。あ、上をこう、ん？ん？どういうこと？あ、叩くと上に行くと。はぁ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 。面白い。これはなかなか面白いブロックですね。これさ、こういうのさ、見つけちゃうとさ、どうしてもさ、最高到達地点まで乗っけて、乗っけていきたいんだけど。あ、もうこれがもう限界かな？あ、これ限界っぽいですね。そしたら、ここ行って、あ、これ無理だから、反転で乗れない。乗れて、この上になんか、ないか。さすがにそこまではっていう感じですか。まあいいでしょう。そしたら、手前側と奥側があるよね。これはね、多分奥側の方がすごいサスケっぽくて難しいんで、奥でしょう。うん、どっちでもよかった。全然どっちでもよかったですね。はい。で、ここを踏む、コインしか出てこない、ピョンピョンする、で、ワープちゃん。おー、すごい。もうなんかこう、あ、これいいね！右ブロックいいな！戻して、あれ、乗ってこれで上に行ってボーナスですね。すごいなぁ、ニンテンドー。やっぱ波に乗ってる時のニンテンドーが作るゲームってやっぱすげえな。脱帽するね、そのアイデア力しかり、そのステージ構成しかり。本当に。こういう遊び心をこうくすぐるというかね、子供心をこう、育むというか、そういうことに関して思うのは、天才的だよな、ニンテンドー。あれですね、別になんか、ね、こびてるわけじゃないですからね。本当にこびてるからね。本音で、僕は本音で実況するタイプだよね。いいものはいい、悪いものはある。そういう風に言っていきたい。皆さんにもだから、このマリオ 3D ランドは割と自信を持って、おすすめできる。まあみんな持ってるだろうけど。まあ 3DS 持ってたら、むしろなんでやったことないんですかって言われる感じですよね。あの石ころ結構気になるくないですか？なんか特に今のところ、ね、ちょいちょい置いてある割に、なんか別に蹴るっていうギミック以外何もないから、すごい気になるよね。はい。はい、オッケー。ほんで、こうして、こうして、こうしてもなんもない。なんか、ステージ広い割に、割と、よいしょ、こうして、こうして。いや、ちょっちょーん！それは見てないなぁ。そして落ちるっていうね。ちょっとまぁ改めて。なんかさ、BGM がさ、なんだっけ、どっかで聞いたことあるんだよな。なんかそれがすごい気になってる。トゥー、トゥルトゥー。トゥー、トゥルルー、トゥルルトゥトゥー。あ、ゼルダ！なんか若干さ、ゼルダ臭入ってません？これキノコ欲しいんですけど。キノコ欲しいんですよ。欲張んない方がいいか、これ。うまっ！うまっす。あ、ここ入る。無理じゃない？よーし！取り返した。なんとか取り返した。はい、そして、これ叩くと、なんもない。あれ？これは？大丈夫なのか？まあでもなんかどっからかこう、贈り物がありますよみたいな、そういうのもある感じ。これ大丈夫？これ。危ない。あれ？もうこれゴールなんじゃない？え、なんかそんな気がしますよ。ですよね！ですよね！あ、これ、しかもこれ真ん中で止めてみたいな。あー、なかなか、ちょっと、あれですかね。スターメタルの場所が分かりづらく、こう、設定されてるようになってきた。なかなかやりごたえがありますね。ちょ、この辺は、あ、初めて100切ったかもしれないね。まあまあ、後ほど、ゆっくり探しに行きましょう。はーい。あー、届かなかった。よしよしよし。3の4も、クリアー。いいですね。どこだろうな。まあ一番最後のエリアでしょうね、おそらくね。そこだけ何もなかったですからね、スターメダルね。うん。多分結構こう壁の後ろとかに隠れてるのかもしれない。よし。はい、すいません。疲れ感じないんですよ。もう楽しすぎて疲れ感じないんですよ、マジで。さあ行きましょう。このミステリーボックスというか、あ、ごめんかな？ワルゴ。うわぁ素朴か？ワールド3の5。これがもしかして隠し面なのかね。3の5もしかして来なくても、あー、スクロール面だ。クリアできるみたいな。これあれじゃないですか、マリオカート8の、
戻るわけじゃないよね。持ってかれた。マリオカート8に、こういう面ありましたよね。コース。それなのかな？クッキー。あ、いいですね。なんかでも、ここは結構簡単そう。スクロール言う割に。そんなにこう苦労しそうな気がしないですね。そんなこと言ってると落ちる。あ、やっぱだからここ、そうね。だからここにちくわちゃんブロックがあるってことは、やっぱり、あのちくわちゃんブロックは、あの箇所を意識してるんですよ。きっと。あ、そういうね。ドゥ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 ちょ、迷ったんです、今。ちくわちゃんブロックで取る方が安全か。やべえ、ミスった。安全か、あの緑の適応症。わーし、それはえぐい。それはえぐいって。ちょ、待って。ちょ、落ち着こう。ちくわちゃん残しとこうか。ちくわちゃんブロック残しつつ、先に緑の踏んで、あ、ここじゃなかったっけ？こっちか。かな？あ、全然、あ、敵を踏む瞬間にチョーンってやると、いい感じにジャンプができる。今気づいた。今更かよって。今更タウン。あ、今、あれなんだ。あの、休憩ポイントだったんだ。リライラ棒でいうところだけど、プーン、プーンって言いましたね。伝わらない。伝わらないかな。プーン、プープープーンって言いましたね。いや、それ掴めない。それ掴めない。よし、オッケー。あ、意外と、取り方難しかっただけで、あっさり集まりましたね。ちょ、行き過ぎ。あ、ちょ、大丈夫？大丈夫？なんかパパパって言っちゃう、来ちゃうけど。あ、でもあとは大丈夫ですね。はーい。完璧。あっさり。ここの面いいね。雰囲気すごい好きでした。もうお腹が空くね。これを今深夜に見てる君へ。太るよ！夜におやつ食べるとぴったり全部しちゃうっていう。太りますよ。僕はね、あれなんですよ。なぜか何を食っても太らないんですよ。逆にそれが悩みだったりするんですよ。さあ、3のボス。レッツゴー！今度は、ちゃんと、あれですよ。クッパ7兄弟の名前を当てる。でもわかんないんだよな。ぐっちゃり2、3匹しかパッと出てこないんだよな。情けない。ボムヘイちゃん、あ、ボムヘイちゃん、あ、ボムヘイちゃん。ボムヘイちゃん、ボムヘイちゃん。あ、ボムヘイちゃんが、ボムヘイちゃんが、意外と長えな。意外と導火線長えな。うわ、あ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 、怖っ。あ、なんこれ。やめて、そんなドリルで私のことつつかないで。やめて、やだ。マリオが死んじゃう。よし、OK。ちょ、ボールパーだ、ボールパーだ。ボールパーだ、ボールパーだな。あ、しかもこれホーミングパーだ、ホーミングパーだ。あばよ、OK。あ、こうやってね、壊してもらうと、中に入れるんで、壊してください。見たいな、反射する。ねえ。よく反射神経保った今。はい、そして中間。早くない中間。あれもうそんなあっさり。これクリちゃんだな。これは、クリちゃんじゃない。キノコ。あれキノコ、ね、あれ何もない。いいね。あ、なんかある。なんだこれ。うわー、よく見つけた。これはよく見つけた。で、もう一回天体観測しいいよ。もう一個ちょうだい。もう一個ちょうだい。もう一個ちょうだい。なんもないのかい。いいですね。あれがデネプで、あれがアルタイルで、あれがベガです。はい。よし。夏の第三角ですね。ちょ、怖い。ちょ、爆弾の範囲がわかんないからわかんない。よし。いやー、これあんまりジャンプできないね。これさ、すごいな。ボム兵の導火線の範囲相当広いですよね。全然見つからないだろうなってところに近づいたら、結構ポンと近づく。ね、すぐ導火線が引火したからね。あれ、こっち左はいいんだよね。左行かなくていいんだよね。はい。はい！危ない！ひぃー、やっちゃったーからのリカバリー全くできなかった。全くリカバリーの予断を許せなかった。ちょっと悔しいなぁ。ちょっと焦りすぎたか。まあ、落ち着きながら落ち着いてね。ここだっけ？あ、ちょ、はい。ちょ、オッケー。あ
ある、一回一回やってきゃ回んない時間の使い方が下手だよ。ちくわちゃんブロック等の時間の使い方が下手だ。これで一回待つ。はいはい、ここダッシュ、オッケー、レッツゴー、タタタタタタ、はっはー、あー、そういうことね。ナイス、それコインなかったら俺絶対無理だった。怖っ怖すぎんだけど、絶対コインなかった。あっ今俺罠かと思った。任天堂がもう、任天堂がこう仕掛けるような赴くままの罠にかかってしまうんだから。ないですね。さあ、んでここでしょうね。なんか、あれ乗れない、あ、乗れない、乗れた、OK。 ちょっとだけやっぱ横移動とかはあるんだね。さあ、中ボス、今度はなんだ、誰だ誰だ、うわい、うわぁ、お前さ、あれだな、なんでお前そんなにいっぱい出てくるんだ。あ、今回飛べない、よし。あ、でもごめん、減った、こう、これは減った、こう。なんだっけね、ロイ、ロイロイ、モートン、ほんとに出てこないスマブラやったんだけどな。オッケー、全然ね、余裕でしたね。まあ、足場が動くだけのギミックって感じでした。オッケー、まあ、ほんで、ここから先に土管がよかった、バグらなくて、ちゃんとこう土管が持ち上げてくれてよかったです ね。そういう、そういう感じのギミックも、あれあれ、これまさかまた、あれですか、ないやつですか。あー、わかんねえなー。ちょっと今回結構ね、スターメダル、あーるー。オッケー。まぁ、ちょっと届かなかったけどオッケーでしょう。いや、いい感じでしたね。これとりあえず3面で、まあ、この辺で一区切りでいいのかな。じゃーん、背景が綺麗な、素晴らしい面でした。迫力もあってね、奥行きもあって面白い。そんな似たようなことしか言ってないような気がしてないでもないけど。さあ、ということで、じゃあまた次回ワールド4でお会いしましょう。お疲れ様でした。